どうも、佐野太郎でございます。製品版のカゲロウの続きをやっていきたいと思います。今回はこちらの大ぐらいからやっていきますので、早速やっていきましょう。さてと、どんな感じだろうね。あれの続きでしょ。うん？ちょっと待って、これ逃げる系じゃねえ、これ逃げる系じゃ、やべあちょっと待って、これあれだ、すぐに逃げなきゃダメなやつだ。待って。しょっぱなこれ。ちょっと待って。あれだ。待った。いらっしゃい、ちょっと。まずい。来たよ、ちょい。待って。これはあかん。これはあかんぜ。これは待って、ちょっと、前にあったのがなくなってた。ちょっと待って。来てる。あ、すぐ後ろ見て行ける。いや、ここにある。連打、おっ、あかん、あれはあかん。急げ。壊した。これ後ろ向いてる暇がもったいねえ。最短で行って取って。そこにレバーあった。そこにレバーあるんかい。おっちゃん、マジ勘弁。やべ。いやー、連打、どっそなあ。こっちゃった。やべ。ロス。よくない。うわ、やべ。ああ。死に覚えゲー、そうだよね。死に覚えだよね、これ。やばい。ここの、そう。
急げー、なー、取って急いで。ちょっ、死に覚えやんじゃった。これあかんじゃね、これ。あかん気がする。うわ、やべえしか言えない。こんなやべえしか言えないって。急げ、マジ急げ。おお、どっか行くのよ鏡。ふふふじゃねえ。来てる。急げ。おどおどおど。あのガキじゃ。ちゃ。はっ。あのガキじゃ。やべ。ギリ。早く。あれ。ちょっと。あかん。ふう。なんだ、どっち。あれ壊されたら終わり。リバーねえやん。なあ。ちょっと待って、今時が止まってる。日時不明。あの置き手紙を頼りにケイたちと出会い、行動を共にすることにした。ここに迷い込んでおそらく2日は経っただろうか。不思議なことにここにいると腹も空かないし眠くもならない。開かずの窓からは夕日が差し込むが、いつまで経っても夜になる気配がない。まるで時間が止まっているかのようだ。日時不明。 K が市川に、タバコを1本分けてもらっていた。でも吸う気配がないので K に聞いてみたら、無事に家に帰るための願掛けらしい。身ごもった妻と再会し、家に置いてきたお気に入りのライターでタバコを吸うまでは絶対に死ねないんだと言っていた。もうどれだけの間この世界で過ごしたのか、私たち4人は死地を共にすることで固い絆が芽生えているのを感じている。終わっちゃった、読むの終わっちゃったよね。よし、上から来るよね。はっ。何？フェイクだ、あれ。うわー、やられたあれ、あかね、しまった、押せてなかった。今のやつ。こんなところ、やばい、切ってるやばい。あ、でもあいつも遅い。ちょっと勘弁してくださいよあのガキンチョがなんかしてきそう。やべえ、すぐ後ろに来る気がする。あー、落ちた。チェックポイントどっから？こ
か。てい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 て、急げ急げ。ああもう、あもう俺。はあ、そっから来るんだよなあいつ。早く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 開け早く早く開け早く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 、くる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 、やっべ、落ちたら死ぬとか、落ちたら死ぬとか、もう。あはは、あはは、あは、やべやべ、水プラス高所、水プラス高所、水プラス高所。さっきはここで落ちたんだよね。後ろからすぐ後ろが来てる、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 後ろが来てる。え、声近くね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 、声近い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 、声が近い、声が近い、声が近い、声が超近い。ちょっと後ろ見てる暇がない、後ろ見てる暇がない、後ろ見てる暇がない、マジマジ見てる暇がない、マジ後ろ見てる暇がないです。ちょっと待って、いや無理でしょこれ、無理でしょ。やっべえ、おかしい、ここの難易度がおかしい。待って、待って、待って、まずそこまで走らずに行く、近づいたらあいつが降りてくるからそこで走る。急げ早く、早く急げ、早く早く早く、一体ここで何回死ぬんだマジで。あー来てるマジ、あー、だがさっきより距離離してるぞ。急いで急いで急いで、マジで急いで、マジで急いで、あいつ追いついてくるから急いで、はい、慎重にね、慎重かつ大胆にね。あー近づいてきてる、近づいてきてる、近づいてきてるよ。おーやばい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 、ここで回復して逃げる、ほら急げ。やばい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 、おお、早く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 、なんだ、あ、なんだ、早く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 、あれ、こ、ちょ、ここ、何、ちょ、あ、え、え、レバー1個忘れてる、もう時すでに遅しい。K の由来は汽車の K らしい、安直でひねりがないと、ヒイラギが言うと彼はそうだなと笑っていた。 K は時折ひどく咳き込み苦しそうにしているが、彼はいつものことだという。だがあの苦しみ方は尋常ではない、彼の体が心配だ。不思議な少女が現れて K に不気味な能面をかぶるようにと勧めた。その面をかぶると病が治り、
寿命が伸びるという。そんなわけがない、怪しい誘いに乗るなという私を差し置き、 K は自ら仮面をかぶると激しく身もだえた。市川と柊木が心配して駆け寄ったが、凄まじい力で一瞬にして殺されてしまった。私は命からがら近くの穴に飛び込んだが、激しく体を打ち、もう動けそうになり、噛んだ。激しく体を打ち、もう動けこ、もう動けそうにない。何が何だかわからない。私はこのここで死ぬのだろうか。これを読み終わったら。取っちゃった。上から来るよねー。それ来るよねー。チェックポイント、ここチェックポイント、ここチェックポイント。こっから暗いとか言わない。来るー。こっから来るー。待った。あの崖。ああやべえやべえ。でチンティンティンってくるから、はい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 、初見殺しですよそれ。それ初見殺すやつですよ、あなた。どっちだ。はあ、もう。あれ、レバー。あれ、まだあったかな。まだあったかな。あー、これはこれはなかなか来るよ。これはなかなか来るものがあるね。やってやるよ、やってやるよ。ちょっと間違えた、これ道間違えたら終わりだ、これ道間違えたら終わりだ、これなにあれ、あれ何、そっち、いや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 、どう私をどこに誘ってくれるの、ありがとうございます。ちょっと待って、どこ100なの。すおら、そっち、あ、そっちね。ちっけー、すぐ壁の向こうにいる。これ先回りとかないよね、先回りとかないよね。待って、私を置いてかないで。すぐ後ろから来てる気配が、やばい、ひしひしと後ろ見て暇がない。後ろ見てる暇ない。あー、
あっぶね。あー、なんだと。ないどっからこれ。ここからか。ちょっと待って、葉っぱってさ、持ってたら意味あるんですよね。いやいやいやまあなんとなく慣れてきたからさ。もう最短で行けやいいんだろう。最短で行けや。最短ルートで行けや。私を導いておくれ。急いで早く。やーべえ、もう本当に本当にもう、早く早く早く、あーこっちかい。なあ、そこもそこもそこもここもじい。急いで急いで、くる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 。やや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 やのーせい。やべ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 。すぐ後ろに来ている声がやばい。急ぎたいのは山々なんだが。おっ、あら、まあ、やっべえ、やっべえ、一番やばかった。おう、いいぞ。タバコ吸ってる。どうしてそこまで私を助けるんだろうね。
まさかのじいちゃん？まさかのじいちゃん？俺は昔ここに迷い込んだ時、病で先が長くなかった。それでも身ごもった妻に会いたい一心で出口を探した。そしてあの化け物の少女に会ったんだ。彼女は永遠の命をくれると言った。そして俺は藁にもすがる思いでその面をかぶった。多分その代償にこの回廊からもう二度と出れねえとかそんな感じだろうね。面をかぶった瞬間、とてつもなく大きな力が体の奥から湧いてきて、意識をぐちゃぐちゃにかき回されてわけがわからなくなった。そして気づいたら一緒に出口を探していた仲間を皆殺しにしていたんだ。それ以来何十年経ったのかもわからない。俺はずっとたった一人で機会を伺っていた。湧き上がる力を押さえつけながら自我を失ってまた誰かを傷つけるのではないかと怯えていた。ほう。なんかね、さっきまで必死こいてね、逃げてきたことを考えるとね、なんかね、なんもわかねえな。あれ、不老不死じゃないんだっけ？ああ、そっちのお話ね。ああ、分かったよ、じいちゃん。おっと、ところで、じい様に追われてる時に再三邪魔してきたのがさ、化け物の少女なんだろうけど、あの白い玉一体何だったんだろうね。え、どっち行けって、え、殺した、いや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 、こっちでしょ。いやー、さすがにもう。あら、にゃんこちゃん、そっちかい？これは関係ないね。いや、もうないよね。さすがにもうないよね。うん。船だね。ああ、その船に乗って鳥居の向こうに行けばいい感じかね、これね。でしょうかね。しかしまあ鳥居か。あっち側ってことだよね。ん？今一瞬揺らいだのは一体なんだ？
あの扉が来なくさい。にゃんこを出してくれ。ところで、こっちで会っているのかね。真っ暗。よし、クリア。いやー、何回死んだんだろうな、このステージ。少なくても、5、6回は死んでる気がしますね。まあ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 、次のステージに行きましょう。